はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、ついに、今週発売の、イコリアの注目カードランキングを紹介していこうと思います。はい、ではね、今回のランキングなんですけども、いつものね、注目カードランキングとはちょっと違ってて、今回もせっかくの発売日というところで、今回はね、トップ7の、スペシャル版となってますので、まあ、いつもね、トップ5を公開してるんですけど、今回トップ7で紹介していこうかなというふうに思います。で、ちょっとまあ時間があるかわかんないんですけど、動画の最後にね、ちょっと惜しくも、今回そのランキングには乗らなかったちょっと仙外のカードもね、少しだけちょっと紹介していこうかなと思いますので、まあ今回ちょっと多分ね、動画じゃかなり長くはなってると思うんですけど、まあ最後までね、お付き合いいただければと思います。はい、ではね、ちょっと時間もないので、早速、トップ7の、第7位の方から紹介していきたいと思います。はい、では、イコリア注目カードランキング第7位ですね。第7位はこちらになります。はい、第7位は、空猫の君主になります。こちらね、効果はというと、青白アズリウスの2マナで、11飛行で、このカードは、他のあなたがコントロールしている飛行を持つクリーチャー1体につきプラス11の修正を受けるよと。で、4マナの起動型能力で飛行を持つ白の11の猫取りクリーチャートコン1体生成するよという効果でして、まあ、いわゆるね、その、ロードと呼ばれるものではないんですけども、飛行の数だけね、パワータフネスが上がる、まあ、逆ロードみたいな感じですかね。で、このカードね、個人的には、かなり強いカードだと思ってて、で、まあ、理由としては、まずはマナコストの軽さ。で、あとはこの青白っていう色がね、まあ、優秀な飛行クリーチャーが非常に多いっていうところですね。で、そして、そのマナフラットした際に、自身からもトークンを生み出せるんで、その自身を強化しつつ、盤面も圧をかけることができるっていうところで、かなりね、1枚で完結してるんですよね。っていうこともあって、まあ、アグロからコントロールまでね、まあ、どの枠に入れてもそれなりの力を発揮できるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあ、地味にね、そのレジェンダリーじゃないってところも偉くって、その数体並べばね、キジロードみたいなこともできたりはするんで、まあ、そういう意味でも強いカードなのかなというふうには思いますね。で、まあ、実際のね、運用を考えると、一番まあアグロがね、素直に入りそうなので、まあ、アグロで考えた時に、そのスタンダードだけでも、その忠実なペガサスとか、プテラマンダ、幽体の船乗り、まあ、厚かましい借りて、あとは、天球の和紙と、まあ、少し前のね、イクサラが残ってた時に結構力を発揮してた、アズリウスフライヤーの復権が、こいつのおかげでできるようになるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、まあ、実際ね、もう少しミッドレンジ寄りにした場合は、精鋭護衛魔導士とかね、夢さらいとかなんかも入れたりして、まあ、ちょっとね、遅くするような形をしても、まあ、結構強く運用できるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、それ以下の環境になると、まあ、スタンダードほどのね、その期待はできないかなというふうには思うんですけど、まあ、優秀な飛行クリーチャーである呪文トラエだったり、あとは無視の霊魂なんかを使った青白フライヤーとかだったり、バントカラーにして、まあ、コアトルを足したり、あとはま、カンパニーですね。とかを使って、あとは幽体の行列とかをね、使った青白トークンなんかも面白そうなんじゃないかなと思いますね。まあ、ということで、まあ、それらを踏まえた上での、まあ、価格を見ていくと、なんと価格今50円というところで、まあ、さすがにこれはね、買いでいいんじゃないかなと思いますね。まあ、理由としては、その、やっぱりリスクとね、その期待値を比較したときに、まあ、個人的に圧倒的に期待値を感じるんで、もし使われる際には、ま、500円とか600円とかなってもおかしくないカードかなとは思うんで、少額で、まあ、そんなに大きなリターンは狙えないかもしれないんですけど、まあ、リスクが非常に少ないっていうところから、まあ、最初のね、その投資先としては非常にいい投資先なんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ということで、ちょっと紹介してきたんですけど、右上にね、今回は、実際まだどの、フォーマットで使われるかはわかんないんですけど、右上に、まあ、ここで使われるんじゃないかなっていうのを、4段階で一応予想してますね。で、×が、ま、使われないかなっていうのと、三角はワンチャン使われそう。で、丸は、ま、それなりに使われるでしょう。で、あと二重丸っていうのがあって、二重丸はま、絶対使われるだろうな、っていうような予想ですね。で、まとめてってるので、まあ、そちらも注目していただけたらなと思います。はい、では次ですね。イコリア注目カードランキング第6位です。第6位はこちらになります。はい、第6位は、ゼイゴスのトライオームですね。まあ、こちらちょっとね、便宜上このゼイゴスのトライオームを乗っけてるんですけど、基本的にはね、新トライランドサイクル全般だと思っていただければと思います。で、こちら効果を説明すると、効果としては、基本土地タイプ3種類を持った、土地でして、まあ、タップするとその色のマナが出せますよと。で、その代わりに、このカードはタップインで戦場に生まれてますよと。で、あとは3マナ払うとサイクリングができるよというところで、まあもともとね、このタイプのトライランドって、基本土地タイプもなくてサイクリングもないタップインのものしかなかったんですけども、まあそれにね、基本土地タイプとサイクリングがついた、いわゆるもう完全上位互換という形で登場しましたね。
で、こちらね、まあ、結構現在、巷でもね、賛否両論あるみたいなんですけども、まあ、個人的には、実用性のある強いカードだと思ってるんですよね。まあ、ただし、その絶妙な調整が施されてて、強すぎず弱すぎずっていうところから、その価格の面では、まあ、そこまで大きく上がんないんじゃないかなというふうに思ってますね。で、その理由としては、まあ、このカードね、すごい強いカードだとは思ってるんですけど、その強く運用できるデッキっていうのがね、結構限られてくるのかなと思ってて、で、その上で、その枚数自体もね、その4積みとかっていうカードではないんじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあ、もっと噛み砕いて言うと、まず全体としてね、そもそもこの3色以上のデッキじゃないと、まず採用されないというとかで、結構デッキの幅まず狭まりますよね。で、そして、その基本土地タイプ。まあ、こちらを一番有効活用したいんですけど、これをね、有効活用できないフォーマットがあって、そうするとサイクリングタップランドになっちゃうんですよね。で、まあ、その一番有効活用できないフォーマットがスタンダードなんですけど、まあ、パイオニアになれば、一つはまずチェックランド。まあ、これは基本土地タイプ最初して、起き上がった状態で場に出せるんで、チェックランドが使えるっていうところと、で、モダンまで行くと、フェッチランドが活用できるんで、かなり強く運用できるんですよね。で、ただ一応スタンダードでも、その闘争対戦のニッサとかの環境下だったら、森を持ってるね、トライオームだったら、タップインで出しつつ、ニッサで起こしつつ2マナ出したりできるんで、これ自体は強い動きとして使えると思うんですけど、結構限定的なのかなと思いますね。まあ、なんで、その環境としては下に行けば行くほど、このカードの活用方法って増えていくんですけど、で逆に下環境に行けば行くほど、そのそもそも別にこれを選ばなくてもいい、つまりその選択できる土地の幅が広がるんで、このカードの必要性っていうのが少しずつ薄れていくんですよね。でそれをちょっと表でまとめてみたんですけど、まとめるとまあこんな感じで、でこの表はそのサイクリング能力は一旦無視した上で、その基本土地タイプを使ったトライアンドの実用性っていうのをちょっとまとめてみたんですけど、まあ、左から順にね、まあ、フォーマットがあって、2番目が活用手段。まあ、これがそのフェッチランドとかチェックランドとか、この基本としたタイプをどれだけ活用できるかっていうところですね。で、次が各フォーマットでの土地の選択幅ですね。まあ、当然そのフォーマットが下に行けば行くほど、その選択できる土地の幅が広がっていくんで、まあ、そのような感じになってて、で、それらを踏まえた上での最後の各フォーマットでの必要性ですね。で、これが僕の思うその絶妙な調整だなと思うんですけど、そのスタンダードではね、3色ランドは欲しいんですけど、まあ、基本としたタイプが活かしづらくなってて、まあ、モダンだったらフェッチからアクセスできるんですけど、それがタップインで間に合うのかっていうところと、まあ、わざわざそこまでする必要がないんじゃないか、他のランドで代用できるんじゃないかっていうところを踏まえると、その1枚しか採用できないその EDH に関してはもう確実に入ると思うんですよ。この3色以上のカードだったら入るとは思うんですけど、 EDH 以外だと最大限この土地を生かすことってね、どのフォーマットって意外と難しくて、そこまで需要って上がんないんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。で、ただしそのハマればね、ものすごい強さを発揮するカードであるのは事実で、まあ、具体的にね、一番強く活用できる可能性があるデッキで言うと、やっぱりそのフェッチが使用可能なモダンで、かつそのタップインがそんなに苦にならない、まあ、コントロール寄りのデッキだったら結構強く扱えるんじゃないかなと思ってて、まあ、要はね、マナを構えつつ、その行動することがないタイミングでエンド前にフェッチからタップイン処理をしといて、まあ、終盤はサイクリングでいらない土地をドローに変えていくみたいな動きができれば、まあ、一番強く扱えるんじゃないかなと思ってますね。まあ、あくまでね、でもこれもやっぱり机上の空論なんで、あとはもう実際ね、使ってみてどうなのかっていうところですよね。まあ、個人的にはかなりね、可能性を感じるカードだとは思ってるんで、まあ、今後ね、どう運用されていくのかっていうのが非常に楽しみなカードの一枚ですね。で、そして現在の価格なんですけども、まあ、現在の価格が、日本だと780円というところで、一応ね、他のトライランドも大きく差は出ないような感じにはなってますね。で、まあ、海外の方の価格を見ると、現在11ドル程度というところで、結構ね、日本との価格差はついてるんですよね。まあ、なんで、まずそもそも、まあ、海外よりも安いっていう理由で買うのは全然ありだとは思うんですけど、まあ、個人的には一旦剣でもいいのかなとは思ってますね。まあ、いろいろこう、まあ、考察してみたんですけど、やっぱ現段階ではね、ちょっと何とも言えないなっていう部分はやっぱちょっとあるんで、まあ、使用する分だけね、その試しで買ってみてっていうのは全然ありだとは思うんですけど、まあ、初期投資で思い切り行くにはちょっと不安定なのかなというふうには思うんで、まあ、視聴者さんも、まあ、こんな理由で強いと思う、弱いと思うみたいなのご意見があったらね、ぜひね、教えていただけると助かりますね。はい。では続いて第5位ですね。イコリア注目カードランキング第5位はこちらになります。はい、第5位は迷宮の毛竜になります。いや、こいつね、個人的にはかなり強いと思ってて、効果はというと、ラクドス2マナの、22クリーチャーで、威迫を持ってて、あなたがコントロールしていて、威迫を持つクリーチャーが1体ブロックされた状態になるたび、防御プレイはそれをブロックしているクリーチャーを1体生贄に捧げるよと。
で、ラクダスカーラの2マナの起動型能力で、ターン終了時まであなたがコントロールしていて威迫を持つクリーチャープラス 1-0 の修正を受けるよというところで、まあ、威迫を持つクリーチャー全体にね、そのブロックした時に、まあ、いけねえ能力を誘発させつつ、マナを払えばパンプできる議事ロードみたいなカードで、これね、その威迫界にね、結構ね、その革命を起こすんじゃないかなと思ってて、実際にその相性の良さその威迫カードを挙げると、スタンダードからは、乱剣の聖戦士ですね。で、そして新たに、イコリアで登場した、駆り立てられた悪夢なんかが挙げられるんじゃないかなと思ってて、まぁ、ちょっと駆り立てられた悪夢は、まぁ、実際どこまで強くで、ね、運用できるかちょっとわかんないんですけど、まぁ、正直このね、聖戦士と毛竜の8枚耐性だけでもかなり強いんじゃないかなと思ってて、その結局今のラクドスカラーといえばね、やっぱり、エンバレスの貢献があるじゃないですか。まあ、雑に殴ってこいつにエンバレつけたらもう止まんなくなると思うんですよね。で、あとは、もう忘れられがちなんですけど、船長アングラス。こいつを、使うことで、まあ、例えばクロクサとかランクルとか、まあ、他のクリーチャー全てが威迫を持って殴ることができるんで、この動きを想像したら結構凶悪な動きがね、できるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、あとまあ、パイオニアまで行けば、ゴブリンの闇住まい。あと、暴れ回るフェロキドン。あとは、講習会の収集者、エネルギーやるやつですね。で、あとは、カーリゼブですね。など、意外とね、その優秀な威迫持ちクリーチャーっていて、その後はね、多分ゾンビにタッチして、その威迫ゾンビ、無情なし者とか、呪われた者の王とかで、威迫無双しても面白そうかなと思ってるんですよね。まあ、モダンまで行くとね、さすがにちょっと厳しそうかなというふうに思うんですけど、まあ、今後の可能性次第ではね、そのモダンでも十分あり得るカードにはなるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、というのも結局その、威迫っていう能力自体が、その、時和系の常在能力なんで、まあ、今後のね、新セットで登場するたびに、新しい威迫のカードって出る可能性全然あるんで、もしね今実用的に使えなくても、まあ、今後化ける可能性はね十分にあり得るっていうのもね非常に魅力的なのかなとは思いますね。で、まあ、これらを踏まえた上での価格がなんと50円というところで、もうねこんだけ喋ったのもあれですけど、まあ、50円なら買いでしょうと、さすがにこれは買っていいんじゃないかと。まあ、同じ理由ですけどね、飛行のやつと。リスクが少なくて、まあ、使われる場合だったら、まあ、4枚使われること間違いないカードなんで、まあ、投資的にもそうですし、今後使いたいなと思っている方にとっても、もうリスクが非常に少ないんで、うってつけのカードなんじゃないかな、というふうには思いますね。はい。では、続いて、第4位ですね。イコリア注目カードランキング第4位は、こちらになります。はい、第4位は、モスラこと光明の繁殖画ですね。こちらはね、その前評判としても非常に高くって、公開初期からね、様々な悪用方法が、検討されてきたわけなんですけども、まあ、改めてこう説明すると、4034のクリーチャーで、飛行を持ってて、あなたがコントロールしてきて、飛行を持たないクリーチャーが1体死亡するたびに、それをオーナーのコントロール下で、飛行カウンターが1個残れた状態で、場に戻すよというところで、近いところで言うと、悪夢の番人がいるんですけども、まあ、違いとしては、悪夢の番人は戻ってきた時に11クリーチャーとして登場するんですけど、こちらは、飛行を持ってなければ飛行を付与した状態で場に戻せるよというところで、まあ、基本ね飛行を持ってないデッキであれば、単純性能はこちらの繁殖画の方に、軍配が上がるんじゃないかなというふうには思ってますね。で、あとはね、その前々から紹介していますけども、厳粛等の、コンボデッキでの運用ですね。こちらに関してはね、ちょっと早々とこちらのデッキを組んでる方の動きや意見を聞くと、まあ、これだけをちょっと軸にしてデッキ構成を組むのは結構厳しそうな印象でしたね。で、やっぱりね、ちょっとどうしても動きがもっさりしちゃうんで、その繁殖画だけじゃなくって、その厳粛とシナジーを持つ台所屋の嫌がらせ屋とか、眼鏡持ちクリーチャーとかもね、加えて、別軸の勝ち筋とかも加えたらより強く運用できそうかなというふうには思いますね。まあ、あとは、まあ、そもそも4マナ3、4飛行っていうスタッツがまあ十分で、まあ、こいつがいるだけでね、あと全除去の牽制になるっていう点は非常に評価されるべきポイントなのかなと思いますね。であとはまあ伝説のクリーチャーじゃないっていうところもかなり強いですよね。並べられるっていうところが非常にでかいかなとは思います。まあなんで、そのコンボを軸にしなくても、そのマナ構想が厳しいんですけど、例えば今流行りのそのウーロだったり、クロクサなんかと合わせるだけで実質2回誘発させられるっていう点もなかなか強いシナジーなんじゃないかなと思ってるんですよね。なんでまあこいつの課題としては、まあまずピン軸への対処と、あとはまあカウンターされないようにどう立ち回るかというところに焦点が当たるんじゃないかなというふうには思ってますね。で、現在ね、こちらの価格が、1280円というところで、まあ、初動思えばね、結構価格自体は落ち着いてきたのかなと思いますね。で、海外を見ると、17ドルというところで比較的お高めの価格を推移してますけども、マーケット、
つまりまあ個人売買ですねの価格を見ると、まあ日本とほぼ変わらないような状況ですので、まあこの辺が一旦のあの繁殖下の相場になるんじゃないかなとは思いますね。で、まあこちらに関してはね、もう少し欲張って、まあ1000円をね、切るぐらいだったら、買いに回るっていうぐらいの立ち回りが結構硬いんじゃないかなとは思ってますね。まあ書いてあることを考えたらね、今の価格でも十分妥当だとは思うんですけど、まあ昨今ね、カードパワーだけではね、その評価されない、もうインフレ時代にはなってきてしまってるんで、まああくまで慎重にっていう立ち回りで考えたら、まあそれぐらいがいいのかなというふうには思いますね。はい。では続いて、イコリア注目カードランキング第3位ですね。第3位はこちらになります。はい、第3位は、赤ゴジラことさまよう怪物イダーロになります。こいつはねマジで強いと思ってて、あの、ね、効果はというと、7788の、デンスのクリーチャー、トランプル速攻を持っていて、サイクリングで2マナかかるんですけど、サイクリングするとこれをねライブラリーに入れて、切り直します。とで、あなたがゲーム中で、このカードのサイクリングを合計4回唱えてたら、サイクリングした後に、これを墓地から場に出せるよという効果を持ってて、まあ普通に出そうと思うとね、その7マナっていうことで、まあどうしてももっさりしちゃうんですけど、まあ、このカードのサイクリングを4回以上すると、サイクリングコストでサイクリングでドローした上で88速攻トランプルとして場に出てくるんですよね。でしかもその強いのがそのサイクリングって起動型能力なので、いわゆるその呪文を打ち消すっていうカウンターで打ち消されないんですよね。で実際サイクリングしてるんで、カード1枚失ってカード1枚引いてるんでリソースを消費しないんで、まあ、相手のターン中にねカウンター構えながらとかでも動けますし、まあ、ゲームをコントロールしきったね中盤からそのフィニッシャーとして殴りかかってくるっていうところで、まあ、これね今後その赤が入ったコントロール系のデッキだったら、まあ、ほとんど採用が検討されてもおかしくないんじゃないかなって思ってるレベルで、個人的には強いなとは思ってて、あの他の人がねちょっと土を使ってるのを、あの僕自身が体感した感じなんですけど、まあ88月ねこれそのトランプルで出てくるのは結構多分遅いターンにはなるんで、実際に使用するデッキとしてはまあ割とがっつりコントロールに寄せて、まあ耐え切って最終的にフィニッシャーで勝つみたいな運用した方が強く使えるんじゃないかなと思いますね。あとはねそのスタンダードに関してはイコリアでね新しく収録される予測不能な竜巻なんかを入れたサイクリングコントロールなんかも非常に面白い動きができるんじゃないかなと思ってますね。ということで、まあ、割とベタもめしてきたこのカードなんですけども、価格がなんと140円というところで、こちらも確実に買いでいいんじゃないかなと思いますね。こちらはね、そのデッキを考えた時に、まあ、スタンでも活躍が期待できますし、下環境でもあの活躍が期待できるカードで、かつその使用される場合はね、4枚必須カードになるんで、価格が高騰する条件をね、かなり満たしてるんですよね。あとは、まだこのカードね、初動ではあるんですけども、まあ、他のカードが結構今下落傾向にある中で、少しずつね、もう高騰傾向を見せてるんですよね。まあ、それを踏まえると、その高騰の兆しがね、現段階でもあるというところで、お早めに購入しといた方がいいんじゃないかなとは思ってますね。はい。というわけで、イコリア注目カードランキング第2位ですね。第2位に関してはこちらになります。はい。第2位は、滑りかすれになります。このカードね、もう個人的にめちゃくちゃね、イラストが好みなのと、まあ、あともカードデザインですよね。書いてる効果が非常に良くて、まあ、実際に使ってみたいカードナンバーワンなんですけども、効果はというと、青黒黒の3人エレメンタルナイトメアクリーチャーで、瞬足を持ってて、あなたが他の瞬足を持つ呪文を唱えるたびに、あなたはカードを1枚引いて、各対戦相手はそれぞれ1点ライフを失うよというところで、瞬足呪文を唱えるたびに、まあ、ドロープラス相手に1点ルーツっていうね、瞬足を持つカードに超絶シナジーをね、生むことができるカードが登場したんですよね。で、そもそも瞬足っていうキーワードが、まあ、非常に強力なキーワードで、まあ、相手の行動に合わせて行動ができるんで、そのゲームの主導権を握りやすいキーワードの能力なんですよね。なんで、まあ、コントロールだったり、または、クロッパーミッションが好きな方にとっては、結構たまらない一枚なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、こちらはね、まずそのスタンダードにおいては、このカードを主軸にしたリミアフラッシュ、または、既存のシミックフラッシュに合わせたスルタイフラッシュなんかが新しいアーキタイプとして登場するんじゃないかなと思ってて、で実際に相性のいいカードで言うと、幽体の船乗りと、厚かましい借り手で、あとは、まあ、海の神のお告げと、まあ、非常に優秀なね今瞬足持ちのクリーチャーだったりパーマネントがあるんですよね。で、まあ、緑を足した場合にはエリマキ神秘化だったり、ヨムレの伏兵など、
まあシミックラッシュのね優秀なクリーチャーを足すことができるんですけど、まあちょっとやっぱ色構想がきつそうかなっていう感じはするので、まあスルタイに関してはちょっと気がかりだなっていう感じですね。でパイオニアまで行くと、マンホークのペテン師だったり本流の機械巨人で、そして、まあ、エスパーカラーにすれば、最強の瞬足クリーチャーと言っても過言ではない、呪文トラエなんかを入れたりもできますよね。でさらにモダンに行くとさらに強力になって、もう瞬足の代名詞とも言える、瞬章の魔導士を使うことができたり、まあ、他にもね、ゴマナのテフェリだったり、ベンセール、コアトル、ベンデリオン三人衆など、もう上げればきりないぐらいね、優秀なクリーチャーがいるんですよね。まあ、なんで、このカードはね、その下環境でも間違いなく今後試されるカードになるんじゃないかなとは思ってますね。まあ、そんなね、可能性の獣である滑りカスレなんですけども、なんとこちらの現在価格が最安値180円というところで、まあ、これも間違いなく買いでいいんじゃないかなとは思ってますね。もう絶対に180円の器じゃないと思ってます。まあ、たとえね、今このタイミングで評価されなくても、まあ、毛竜とかもそうなんですけど、まあ、瞬足っていうキーワードだったら何でもシナジーを持つんで、まあ、毛竜同様ね、まあ、評価される時代っていうのが今後絶対来ると思うんですよ。今ダメだとしても。なんで、まあ、初動で180円ですし、まあ、リスクも言うて180円でそこそこ全然ないんで、まあ、これはね、かなり期待してて、個人的には一番、あれですかね、いわゆるその、1000枚替え枠だったらこれを買うかなっていうぐらい期待してるカードですね。はい。では続いて長くなりましたけども、イコリア注目カードランキング第1位ですね。第1位はこちらになります。はい、第1位は賢者の振動キナンになります。こちらはね、そのジェイスの異名振動を受け継いでるカードなんですけども、まあ、このカードパワーもねその名に恥じないものになってるんじゃないかなと思ってて、効果はというとシミックカラーの2マナ22で、あなたがマナを引き出す目的で土地でないパーマネントを1個タップするたびに、そのパーマネントが生み出したマナタイプのうち望むマナを1つ加えるよと。で、7マナの起動型能力で、あなたのライブラリの上からカードを5枚見て、その中から人間でないクリーチャーカードを1枚戦場にバネ出してもいいよというところで、まあね、土地以外のパーマネントタップすると実質1マナ増やすことができるっていう超マナ加速に特化したカードで、まあ、素晴らしいのがね、まあ、そのマナを増やした上でのそのマナフラットがね、かなり予想されるんですけど、そのマナフラットを自分の起動型能力で受けることができるっていう、まあ完全に能力が自己完結してるんですよね。で、起動型能力も非常に強力なので、まあ、正直結構言うことなしかなとは個人的には思ってて、まあ、右上をね、見ていただけたらわかる通り、かなり攻め気味ではあるんですけど、まあ、ほぼ全フォーマットでの採用が期待できると思ってるんですよね。で、特に特出してるのは、EDH とヴィンテージですね。で、EDH に関しては、まあ、このカードをね、ジェネラルにすることによって、爆発的なマナ加速をしながら、まあ、有色無限マナを目指していって、まあ、達成すれば、もう無限回、起動型能力を起動して、実質デッキのね、人間以外のクリーチャーを全て場に出せるので、まあ、そのままフィニッシュまで持っていけるでしょうと。で、あと、ヴィンテージに関しては、まあ、なんといっても最強のファクト集団、パワーナインが存在しますので、ゼロマナから出したパワーナインが、そのままタップすると2マナ出るなんて、もう弱いはずがないというところですね。で、他のフォーマットに関しても、まあ、レガシー以外はかなり強く使えるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、スタンダードがね、一番マナの供給源は困りそうではあるんですけど、まあ、それでもね、金のガチョウだったり、楽園のドロイドなど優秀なマナクリーチャーが存在しますし、まあ、なんといってもね、今非常に人気で強力な、カラーであるシミックカラーというところで、まあ、スタンでも猛威を振るうんじゃないかなというふうには思ってますね。で、まあ、パイオニアまで落ちれば、ラノワルのエルフだったり、エルフの神秘化など優秀なマナクリーチャーが増えたりしますし、あとはモックスアンバーなんかも相性いいですね。これで伝説のクリーチャーなんで。から、まあ、マックスアンバーから2マナ生まれたら結局もうパワーナインと同じことですからね。で、あとはまあモダンまで行けばね、極楽鳥だったり、貴族の教習、あとはアンカムの天球儀ですね。もう極悪の。まあ、あとは各種ファクト関連などね、まあ、選択肢はもうほぼ無限と言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。で、レガシーに関しては、まあ、結構その特化しない限り、その、ほぼね、その下の起動型能力にたどり着くことがないんじゃないかなと思ってるんで、少し評価は下げてるんですけど、まあ、アーカムの天球儀が、ま、かなり使われる環境なんで、試されても全然おかしくないカードなのかなとは思いますね。まあ、ということを踏まえて価格を見てみると、現在2200円弱というところで、まあ、初動から比べるとね、少し値は下げてるんですけど、まあ、結構やっぱそもそもいい価格はしますよね。で、海外の方を見てもね、ほぼ同等の価格なので、まあ、一旦ね、この価格が目安になるんじゃないかなというふうには思ってますね。で、こちらに関してはもう強気に行くんだったら買いでいいんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、堅実に行くなら一旦堅でもいいかなとは思ってます。まあ、ここ最近のね、スタンダードのトッププレイヤーの動きを見ると、もうトッププレイヤー比較的もう6000円近くまで行ったりするんで、まあ、マックスを見据えた際には、まだまだお安いとは思うんですよね。
で、現ね、最強クリーチャーである、ウーロと同じシミキカラーというところもあって、まあ、直接シナジーを持ってるわけではないんですけど、まあ、相性が悪いっていうわけではないんで、まあ、二人でタッグを組んでね、盤面を制圧するっていう未来は、まあ、全然あり得るんじゃないかなと思いますね。なんで、もうこれでスタンでも使われるっていうことになると、もうほぼ全てのフォーマットで使われるカードってなる、形になるんで、もう結局ウーロを目指しても全然おかしくはないと思うんですよね。なんで、それを見越すのであれば、もう初動2200円、結構いい価格ではあるんですけど、初動で買ってもいいんじゃないかなというふうには思ってますね。はい。ということで、イコリア注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。だいぶね、長々と話してきはしたんですけども、改めてね、見てみると、まあ、イコリアはね、やっぱ今までの、新しいセット、同様ね、下フォーマットにも影響を与えるカードがかなり多くって、かなり可能性を感じるセットだと思いましたね。で、まあ、あとね、お気づきの方もいると思うんですけども、今回のランキングにはね、その新たなキーワードである、相棒と、変容を持ったカードが1枚も入ってないんですよね。まあ、これに関してはね、もう正直、まあ、結構考えたんですけど、今の段階ではね、ちょっと何とも言えなかったんですよね。まあ、強そうに見えるけど、実際どうなのかっていうのは、やっぱ使われるまでは何とも言えないなと思ったんで、まあ、現段階ではね、広く丸く強いと思うカードのみを、ピックアップさせていただきました。で、まあ、一応ね、今回、ランキングに入らなかった、仙外のカードも少し触れておくと、こちらですね。まずは、タコとネスロイに関しては、まあ先ほども申し上げた変容持ちカードなんですけど、まあ変容持ちの中では、この2枚がね、非常に強いなというふうには思ったんですけど、まあ先ほどもね、言った通り、まあ現段階でちょっと変容に関してはね、もう強いのか弱いのかがちょっと読めなかったんで、まあ一旦今回は仙外とさせてもらいました。で、あとは悪魔の触光ですね。まあこいつ今現段階ではトップレア扱いなんですけど、で、価格としてはね、3500円くらいするんですけど、まあ、これね、その可能性自体は感じるんですけど、まあ個人的には過剰評価なんじゃないかなとは思ってますね。このプラス11ね、能力をうまく使おうと思うと、やっぱり墓地がね、超えるデッキと相性がいいんで、まあ2マナっていうこともあって、モダンのね、カニバインに入れて、ちょっと感覚を確かめてみたんですけど、まあ少なくとも個人的にはカニバインには入らないかなとは思いましたね。まあ純粋に比較すると多分枠としてはね、アンコウの枠に入るか入らないかって感じになるんですけど、まあ純粋やっぱアンコウの方が1マナで出せるっていうところと、ゾンビシナジーを持ってるっていうところがやっぱ強いなと感じたんで、で、そうなると、まあ作り能力メインでね、運用するってなると結構やっぱもっさりした動きになっちゃうんじゃないかなとは思ってて、まあ個人的にはそこまでなのかなとは思ってるんですけどね、これに関してはね、ぜひね、皆さんの意見を聞きたいですね。はい。では次はね、あとビビアンに関しては、こいつね、強いとは思うんですけど、やっぱ5マナっていうところもあって、そのスタン以外でのフォーマットでは結構使いづらそうかなとは思ったんでね、今回はちょっと省かせてもらいましたね。で、あと最後はオゾリスですね。まあ、こちらもね、もうほんと可能性めちゃくちゃ匂わせてくるんですけど、まあ結構考えたんですけど、まあちょっと斬新だったり革新的なちょっと使い方が思いつかなかったんで、まあ今回はというところで一旦省きましたね。はい。ということでね、まあ、この動画がね、もう出た頃には、多分発売日を迎えてるとは思うんですけども、まあ、今後ね、これらのカードが実際に使われてどうなっていくのか非常に楽しみですね。まあ、今ね、ちょっとコロナでね、暗い話題も多いタイミングではあるとは思うんですけども、まあ、このプレビューが出て、実際に発売して、実際どうなのかというところをね、まあ、皆さんで、イコリアの新環境を楽しんでいけたらなというふうに思います。はい。というわけで、この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。